カテゴリー、高等学校カテゴリー、日本の高等学校カテゴリー、日本の専門学科設置高等学校カテゴリー、日本の水産に関する学科設置高等学校、水産高等学校水産高等学校とは、日本の主に水産業についての専門技術や知識を習得することを目的とする高等学校である。競技には、水産に関する学科を中心に構成されている。 職業高等学校を指し、講義には水産に関する学科や水産の過程が設置されている高等学校全般を指す。競技の場合には学校の名称に水産の語が含まれていることが多い。近年は海洋高等学校へと改名している学校も少なくない。水産高等学校は一般的に水産業の振興を目的とし、 水産業に携わる人員を養成するための教育課程を有し、遠洋漁業、養殖漁業などの漁業のほか公開訓練などに関する教育が行われている。特に近年はバイオテクノロジーが注目され、養殖漁業などの学科が注目を浴びている。群馬県、栃木県といった内陸県にも淡水漁業に関する教育を目的に設置されている。また、 従来は、漁船等の船舶工学や、無線通信に関する科目を学んでいた、機関科、無線通信科といった学科は、水産業以外の一般船舶、産業機関、移動体通信を学ぶ学科に変わりつつある。水産高等学校を卒業した後の、主な進路には、水産学部、生物生産学部や、水産系学科を有する各種大学などへの進学。 地元企業の会社員や漁船の船員に就くほか、水産試験場への就職などがある。また、機関、通信関係の専攻者は、水産高校に併設する専攻科や工業系の大学や専門学校へ進学して、無線通信士等の資格を得て、水産業以外の企業へ就職をする人もいる。多くの水産高等学校で設置されている学科には、次のようなものがある。 なお、水産に関する学科の詳細については、水産水産に関する学科を参照。漁業系、栽培系、食品系、機関系、通信系、水産に関する学科は、ほぼすべての水産高等学校及び、海洋高等学校に設置されている。実習船などを必要とするため、普通高等学校や実業高等学校への設置は、比較的少数である。近年は、 少子化の影響により、全国各地で高等学校等配合の動きが見られる。主な例として、日本初の水産高等学校だった福井県立オバマ水産高等学校は、2013年統合により、福井県立和歌山高等学校海洋科学科となった。2015年オバマ水産高等学校は、並行となったものの現在は、 福井県立若狭高等学校会をキャンパスとして利用されている。ありがとうございます。